楽しそうな仕事だなって思ったのがきっかけです。僕は高校を卒業して18歳で製造の仕事を始めました。同じ作業をする繰り返しの毎日で仕事をすることの楽しさが見出せなくなり、20歳で転職を考えていた際、求人広告で写真館という仕事を見つけました。多くのスタジオがある中で他のスタジオにはないロケーションフォトが撮れることに魅力を感じたのが入社の決め手でした。私は学生時代にはプログラミングのことなどを学んできました。就活を始めたばかりの頃は学生時代に学んだことを活かせる職種にこだわって面接を受けに行ったりとかはしたんですけれども、自分のやってみたいことはそれだけなのかなと考えてみると、まあ学んできたことだけじゃなくても興味があることは、たくさんあるということに気づいて、そんな興味のある仕事の一つにこのコンテンツデザイナーという仕事があったというのがきっかけになります。私がこの会社に入社を決めたきっかけは、以前からこの田中写真館で家族の記念写真を撮っていただいている中で、その一枚一枚が家族みんな最高の笑顔をしていて、とても嬉しく感じていました。で、そのある時にふと、今度は私がお客様一人一人に最高の笑顔を残してあげたいって思うようになり、田中写真館に入社を決めました。